ッドチャンネルの方は実は2月18日1周年を迎えます。酸いも甘いもあったんですよ。1年間であって良かったことベスト3。おはようございます、白澤です。イエーイ。というわけで本日は沖縄県竹富島に来ております。どうぞこの景色、とても綺麗なコバルトブルーのマリンブルーの海です。コバルトブルーとマリンブルーの違いが分かりませんが、とりあえずめちゃめちゃ海が綺麗でございます。そしてですね、なんでここにいるかというと、別にただバカンスで来てるだけなんて特に意味はないんですけど、今日はですね、白澤のチャンネルは歌チャンネルとサブチャンネルね、2つあるんですけど、その歌チャンネルの方は実は2月18日に1周年を迎えます。おめでとうございます、お白さんで。しかもその1周年ぴったりの時かちょっと分かんないんですけど、60万人のね達成というか、60万人の方にご登録いただいたこともあり、本当になんか1年間をこう振り返っていこうという動画です。で、酸いも甘いもあったんですよ、お白の動画人生には。で、1年間であって良かったことベスト3と悪かったことワースト3を発表したいと思います。そんな感じの動画です。で、悪かったことは次の動画で発表するので楽しみにしててください。じゃあ早速行ってみましょう。まず良かったことベスト3ナンバー3発表します。風の音、海の音が素晴らしいですね。ナンバー3はですね、友達が自分のことのように喜んでくれるということでございます。イエーイ。なんかさ、嬉しいんですよ、登録して、いろんなさメッセージくれたりとか、登録してくれて、そのなんかインスタとか SNS フォローしてくれたりとか、いろいろ嬉しいこともあるんですけど、一番さ、こうなんか胸がときめくというのは、ときめくときっていうのはなんかさ、もともと友達ね、私らが動画始める前からの友達がさ、自分のことのようにさ喜んでくれて、自分のことのように自慢してくれてるのがね一番嬉しくて、会社の人にめっちゃ自慢したよとか、ね、飲み屋で俺白洲の友達って自慢したよとかっていうのを得意げになんか俺に言ってきてくれるの、ほんと可愛くない？ほんとなんかそういうさキュートな友達がたくさんいて大好きです、みんなそういうことを。なんかさ YouTube のイメージでこうなんかお白を好きになってくれる人っていうのはさ いるんだけど、まあそれは嬉しいんだけどね、まあ、あんま YouTube とさ普段そんな違わないから嬉しいんですけど、まあ、さ元々さずーっとさ私はさ小さい頃からか分かんないけどさ10年前ぐらいからさ知ってるさ、私がアルチューになったりとかさ、仕事辞めたりとかさ、ほんとさニートしてる時とかからさずっと知ってるさ友達がさとかさ歌えてた仲間とかがさ、もうなんか自分のことのようにさ自慢してくれるわけ、知らせた友達だよって言って、元から友達で一緒に歌ってたよって言ってくれるわけ。なんかさそれがさすごく嬉しくて、なんかしみじみとしてます。だから友達の大切さっていうのにね改めて気づかされました。でも新しくこうねおしらとしてこう YouTube をやってから、しらさとして YouTube やってから好きになってくれた人ももちろん大好きなんですけど、まだね実感がないので、実感がないっていうのは分かってて、すごい嬉しいんだよ。嬉しいコメントとかメッセージとかメールとか来るんですけど、なんか自分のこととは思えなくて実感がないんですけど、それもさきっともう少ししたらじわじわとさ喜びとして感じられるようになるかなと思ってます。っていうところでナンバー3でございました。ナンバー2でございます。ナンバー2といえばあれですね、ほんとミス・ボンクレーって感じなんですけども、ミス・ボンクレー、ミスター・ボンクレー、ボンクレー、ボンちゃんじゃない、ナンバー2といえば。はい、というわけでバラックワークスナンバー2を発表していきたいと思います。休みが自由、 YouTuber ってのね休みが自由なんですよ。だからさ土日休みの友達の休みにも合わせられるし、平日休みの私にも合わせられるし、だから平日したい休みとかってあるじゃないですか。映画館とかさ土日とかに行くと地獄やん。平日だとさめっちゃ空いてるわけとかさ、旅行もさ土日に行くとめっちゃ混んでるし高いけどさ、平日だとめっちゃ安いとかさ、なんかもう全てが自由なわけよ。で別にさ休んだら休んだ分だけさお金もらえないし、休んだら休んだだけダメなんですけど、まあ、でもさ自分でさこう休みをコントロールできるっていうのめちゃめちゃでかくて、でもし私がさ普通の会社員だったら多分ねできなかったと思うの、今回の喉の手術とかも。そうだからさ、あもうじゃあ自分のために休みにしようとか、自分のために働こうとか、ちゃんとねいろいろねこう自分都合で動けるっていうのはね、この YouTube やり始めてすごいろんなことが、ね、融通利くようになったのはすごく良かったなというふうに思っています。で、まあ、私はさ土日休みもさ平日休みもさ前の仕事、平日休みはボイトレの先生業の時に、で土日休みはさ前のさリクルートの時にさ体験してるから、まあ、なんかどっちのさいいところもしてて、まあ、土日の友達にも合わせられるし、平日の休みもさ自由に使えるし、本当に最高な職業なんですね。本当にねこの生活になってからね肌も綺麗になったし、ストレスが多分ちょっと減ってなんです。だから、まあ、このね YouTube 始めて休みが自由に取れるようになったっていうのはねすごくとっても嬉しいです。どうですか、海綺麗ですか皆様。ほら海が綺麗ですよ。海よ俺の海よ、ダダダダダダ。そうなんです、休みが自由っていうのはですよ、とっても嬉しいことなんです。しかもさ休みが自由もさ、ボイトレの先生も休みが自由なんですけど、動画の休みが自由ってさちょっとさらにストレスが減る要因があって、皆さんちょっと知ってるか分かんないんですけど、動画っていうのはさこう皆さんが見てくれると、あ無料で公開してるけど皆さんが見てくれると、そのさ広告が途中にさうざいところで挟まれるじゃないですか。でその広告を見ると私に、ね、お金がチャリンって入ってくるシステムなんで、私さ今さこうやってさめっちゃ休んでるんですけど、皆さんが動画さえ見てくれればさチャリン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 お金が入ってくるわけ。つまり休んでてももちろんさ新しい動画出さないとさみんな見てくれなくなるからダメなんですけど、ある程度休んでても
なんかストレスがないわけ。休んだらお金がゼロになるとかじゃなくて、ゼロにはならないから。そうなんです。そういう意味でもね、 YouTube っていうのはすごいね、ストレスフリーにできるあのね、お仕事だなって思って、こうなんか歌を教えるって一芸があってよかったなっていうふうに思っております。ハピネス麦わらの帽子のおしら、なんかアロハシャツなんか着ちゃってさ、なんかこうやって胸毛なんか出しちゃってさ、ほんと楽しそうですよねっていうことのところです。で、じゃあナンバーワン発表していきましょう。ナンバーワン、ミスタークロコダイルに値するこの私が YouTube 始めて一番よかったなと思ってることは何かというと、ドゥク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 、なんか俺生配信とかで言ったことあるかな、言ったことないと思うんだけど、ビョーン、 J-POP を好きになれたことでございます。ガーイ。そうなの、 J-POP 好きになれたのめっちゃ嬉しくて、 YouTube 始めて。で、なんでかっていうと、私さ、なんか言ったこと、これ言ったことあると思うんですけど、洋楽しか聴かなかったのね。本当に洋楽しか聴かない洋楽かぶれオカマだったんですけど、まあ別にさ、 J-POP が嫌いとか J-POP 下に見てるとかさ、じゃあ風J-POP 下に見てるとかそういうことではなかったんですけど、別に聞かなかったわけ。ビーズもわかんないし、ミスチルもわかんないし、EXILEもわかんないし、なんか別にもちろんヒゲダンとかも最近のさアーティストだからあれだけどさ、グレイとかさ、もう何もわかんなかったわ、 J-POP が。ほんとなんかあのボアを知ってるぐらい、ボアだって J-POP と言えるかどうか、ほんと K-POP じゃん、あれだって K-POP の天才じゃん。そうだから私さ、ほんとにさ、モームスぐらいしか J-POP がわかんなかったんですけど、僕 YouTube 始めてさ、みんなさんがさカラオケで歌うののさ、まあ協力者に私はなるというようなさ使命かどうかわかんないけど、そんな動画を出してたじゃないですか、歌チャンネルの方は。だから J-POP をやんなきゃダメだけど、 J-POP をやんなきゃさ、みんながさ喜んでくれないから、だから J-POP をちゃんと勉強しようと思って、最初はさ、まあ、無理くりこう、なんか何流行ってんの今って、何流行ってんすかってさ、周りの友達聞いてさ、ヒゲダンが流行ってるよとか、キングヌーが流行ってるよとかって言われたんだけど、ヒゲダンキングヌーわかんねえと思って、最初はさ、なんかあのひまわりの約束とかさ、あのなんか海の声とかさ、なんかカラオケ定番ソングっぽいのから攻めてみたんですけど、なんかさ、ちょっとおしら早くヒゲダンやれよみたいな声がさ、めっちゃあるからさ、なんか私だってさ、ミスチルとかさ、ビーズとかだって最近学んだんですけど、いきなりヒゲダンって何、難しいじゃん名前とか思ったらさ、おなんかグッバイって言ってさ、めっちゃなんか一曲やんってなって、なんかめっちゃむず高とかって思いながら、そしたらさ、白日もさ、なんかあれもしかしてなんかキングヌーってかっこいい、まあ、もしかしてヒゲダンってかっこいいとかって思ってるうちにさ、なんかミセスグリーンアップに出会いさ、やばいミセスかっこいいと思ってやったら、ラスワインヤミーボーグなのってさ、なんかやばいなんかやばいやばいやばいって言って、だんだんさ、日本語の歌にさハマってったわけでさ、日本語の歌と英語の歌ってさちょっと違くて、英語の歌ってさ、まあ歌詞が重要じゃないとは言わないけど、そのさ歌詞の中のストーリーってさ、あんまり重要視されないわけよ、あんま重要視されないだけどさ、日本語の歌ってさすごくさ詩的でさ、この歌詞の中のストーリーがさ大切でさ、それをどうやって表現するかがさ、より英語の曲より大切じゃないですか。なんかフェイクとかそういうなんかうーとかがなりとかさ、その歌のさテクニカルな部分、なんかちょっとサーカスみたいな部分よりも歌詞がさやっぱ重要視されるようなさ風潮があると思うわけ。まあ、それがさ日本語の特徴でもあるからさ、リズムとかのが得意なんだけどさ、なんかさそういうちょっと苦手なことにも挑戦しなきゃいけなくて、まあ、特にさ最初の方の動画ってさあんまりねそういうのがね上手じゃないので、私もさだからこう皆さんと一緒に YouTube をこう出していくうちに研究して勉強して、あ日本語ってこういうのあるなって、日本語こういうのあるなみたいな、ちょっと一緒にこう発見しながらやってった結果、なんか歌詞の解釈だったりとか日本語特有の表現だったりとかっていうのをだんだんこうね、なんか学んでいくじゃん。で人間ってさ学ぶと好きになるわけよ、わかりますか。もうさ世界史だってさやったら好きになるし、日本史だってやったら好きになるじゃん、大体わかんないけど、ちゃんとやったら好きになると思うよみんな。なんで歌もこうでちゃんとやっていくうちに日本語の魅力っていうのにはハマってきて、なんですけど、まだやっぱりさ洋楽聴いてた時間の方が長いからさ、日本語についての歌についてはさやっぱさ100点満点じゃないと思うけど、100点満点なんか一生来ないと思うけど、そうだからこれからもさやっぱりこう日本語の持つ魅力だったり、日本語の歌のなんだパワーっていうのをどんどん引き上げていきたいし、洋楽的な魅力もそこに加えていきたいし、なんかさもうこれやりたいこともたくさんあるんですけど、とりあえず本当にこう YouTube がなかったらここまでね邦楽の魅力、日本語の素の魅力っていうのはね気づけなかったから、まあ今年はさちょっといろいろいいこともあったんですけど、私の音楽人生において邦楽とちゃんと出会えたっていうのはねめちゃめちゃでかいわけ、というのが本当にナンバーワンミスタークロコダイルミスオールサンデーの私の喜びでございました。というわけで3位が何でした、忘れちゃった、なんかみんな覚えてる。3位が何、友達が自分のことに喜んでくれる、2位が休みが自由、1位が邦楽に出会えた、 J-POP に出会えたっていうのがめちゃめちゃでかいんですよ。いろんなアーティストがいるんだなと思って、日本にも洋楽のがさまだやっぱレパートリーが広いから、それでもそうなんです。なんでこれからもしらは自由に休み、仲のいい友達と仲良くし、
皆さんに感謝し、 J-POP の世界にどん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 飛び込んでいきたいと思いますので、これからもどうぞよろしくお願いします。というわけで、しらすた1周年記念サブちゃん企画、YouTube 始めて良かったこと、嬉しかったこと、ベスト3でございました。皆さんありがとうございました。おしらさん竹富島の旅をちょっと昨日太ってね、飲みすぎて本当にもうなんかだいぶ顔パンパンなんですけど、まあ大体私最近もう太りすぎて顔パンパンだし、もう何でもいいよねっていうところで終わりたいと思います。では次の動画でワースト3聞いてってください。このね、景色いいとこでワースト3なんて悲しいけど、まあそんな感じでございます。はい、じゃあありがとう、バイバーイ。